パンプーリアは、ブラジル、ミナスジェライス州の州都ベロオリゾンテ郊外にある、人造湖、並びにその周囲に形成された地区の名前である。オスカーニー・マイヤーラが手掛けたモダニズム建築と周囲の自然とが調和した文化的景観は、パンプーリアの近代建築群として、ユネスコの世界遺産リストに登録されている。日本では、パンプリア、パンプラとも表記される。 パンプーリャコはもともと1936年から1938年に造成された貯水池であった。20世紀初頭にペローリゾンテ市長だったオッタシリオネグラオデリーマムは1936年に治水のためにパンプーリャと呼ばれていた小川をせき止め貯水池を作ることで市の給水量も増大させた。そうしてできた貯水池はパンプーリャコとして拡大され、 ジュセリーの首チェックのもとで近代的な都市開発地区となった。彼はパンプーリャ港を3倍に拡張する工事が行うとともに、その周囲に観光や娯楽を目的としたガーデンシティの建設を計画した。首チェックは一連の建造物群を作り上げるために若き建築家オスカー・ニーマイヤーを招聘した。ニーマイヤーは画家カンディド・ポルチナー・リア、 ランドスケープデザイナーのロバート・ブール・マルクスをはじめとする建築家たちと協力し、ブラジルにおける最初にして最重要のモダニズム、建築群を作り上げた。行政地区としてのパンプリアは、ブラジルのベロ・オリゾンテ市内に9つある行政地区の一つであり、市の北東部 47.13km を占めている。人口145,262人。 パンプーリャの中心を占めるのは人造湖のパンプーリャ湖で、それは後にブラジル大統領となるジュセリーノ・クビチェックがベロオリゾンテ市長だった1940年代初頭に造成されたものである。パンプーリャは地区内がさらに29の小地区に分かれており、その一つの名前もパンプーリャという。パンプーリャ湖はベロオリゾンテ州パンプーリャ地区の中心にある人造湖の名前である。 元は、ベロオリゾンテの水源として建造されたものだったが、急速に汚染されてしまった。その面積は 2.6km で、湖水の体積は1400万立方メートルであり、その流域面積は97平方キロメートル、平均水深は5.1メートル、最大水深は16メートルである。この湖には8つの小川が流入しており、そのうち最大級のものは、 サランジとレシカであるパンプーリコ周辺図オスカー・ニーマイヤーが手掛けた主要建築物はいずれもロバート・ブール・マルクスのランドスケープデザインの中に位置づけられている。その主要建造物群は2016年に世界遺産リストに登録された。ありがとうございます。